中年オタッキーです。梅雨に入ってるんですけども、なんか中休みばっかりであんまり雨の日は多くはないですね。まあ降るときはドカッと降るって感じなんですけどね。だから写真、梅雨らしい写真を撮ろうと思ってもなかなか撮りにくいです。中途半端に降ってくれるのが一番いいんですけども、曇りの日か土砂降りか、土砂降りはさすがにカメラ出しにくいんでね。まあ今日はそんなことどうでもいいですけども、今日はね、カメラ紹介になりますね。このカメラ、ミノルタのね、ハイマチック C っていうカメラになりますね。ちょっと面白いカメラです。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このね、ミノルタのね、ハイマチック C なんですけども、1969年、僕が1歳の時に発売になったんですね。当時の価格がね、1万4000円だったということで、確かね、僕が生まれた当時って、うちの親父の給料がね、3万円ぐらい、だったと思うんですよね。まあ、今の給料が月給30万と仮定すると15万ぐらいの、現在で言うと15万円ぐらいの値打ちがあるカメラなんでしょうね。速攻方式はね、これね、電池を使ったね、CDS 式ですか。で、水銀電池の MR44 を使ったということですけど、LR44 で代用できます。で、シャッタースピードがね、30分の1秒と250分の1秒2段階なんですね。レンズのところにね、晴れ、曇りのマークがありまして、晴れのマークにすると250、曇りのマークにすると、30分の1ということです。で、ゾーンフォーカス式のピント合わせ、これね、距離計はないんですよ。もうね、ほんと適当っちゅうかね、人が1人、人が3人、山の絵、本当にね、これ適当なんですよね。で、まあ、ファインダーを除くと、その今どのゾーンに合ってるのかと、いうのが、分かるようになってます。で、一応ね、フラッシュマチックがついてまして、このレンズのところにね、これ映んないね、晴れ、曇り、ほんでこの数字が並んでますよね。この数字はね、ガイドナンバーなんですね。で、ガイドナンバー、例えばガイドナンバー、40に合わせる、40に合わせて、こう距離、ね、距離計、ピント合わせの距離計を合わせると、絞りがそのガイドナンバー40に合わせてね、絞りが動くんですね。一応簡易、フラッシュマチックみたいな感じです。で、本機の最大の特徴はね、振動式なんですね。これね、よ、振動式なんですけど、僕とは振動式のレンズが固定できなくなってしまいました。それは何でかっていうと、ファインダーの中のレンズがね、これ接着剤で留めてあるだけなんですよ。で、振動で外れてしまいまして、ファインダーを分解してその接着剤でひっつけ直したんですけども、それを組んだ時の組み方がね、今一つだったようで、すぐにこう振動が固定できなくなってしまいました。時々固定できるんだけどな。お、固定できた。固定できました。固定した時はね、シャッターが降りない構造になってます。で、このボタンで解除するんですね。で、これ振動するったってね、大したことないんですよ。そんなにね、コンパクトにはならないんです。あんまり意味がないんですね。で、何よりね、このガタガタなんですよね。これガタガタが普通みたいなんですけど、で、このね、状態で、レンズがこんだけガタガタに揺れる状態で、果たしてね、映りどうなんだろうって思うでしょ。ではね、今からちょっと作例を、見てもらいますけども、今回のね、作例は、コダックの、カラープラス200で、撮影しました。で、色味がね、ちょっとね、アンバーがかった色の写真が多くなってます。まあ、天気がね、あんまり恵まれなかったのもあるんでしょうけど、このフィルムのこれ特徴なのかな、こういう発色になるのは、ちょっとね、なんて言うんですか、やっぱアンバーがかった感じな。これはね、ちょっと
夕日の時間、日が傾いた時間なんで色が出たんでしょうけども、まあ青の発色もまあまあではありますけどね。で、あの驚きなのがね、そのカメラの方ですよね。あのこのガタガタのレンズ、なのにね、これしっかりね、これ改造してるんですよね。驚きです。こんレンズのね精度ってこんなんでいいのってね、思うカメラですよね。まああのその14000普及機、まあこの当時はね、あのニコンもすでに、一眼レフカメラとか出している時期ですし、キヤノンもそうですし、そうですけど、そういうのは、まあ、6万7万円するカメラですよね。でこれはまあ1万4000円ということで完全に普及機、普及価格帯のカメラということで、まあ、あの安いカメラ、っていうことになるんでしょうけど、で安く作ってるんでしょうけど、でも十分な写りだと思います。やっぱねミノルタのレンズね、1969年の、レンズでこれラベンダーかどうか分かんないんだけど、結構いい色が出てますよね。驚きです。やっぱねミノルタのねレンズはいいんだと思いますね。でこのカメラなんですけどもね、ちょっとオークションでは弾数が少なくてよく分かんないんですよね。ただ、しっかり動くのものはね、あの珍しいカメラなんで結構値がつくかもしれません。ただ狙うときはね、その、ファインダーのレンズが、これねもうあの本当にね接着剤で止めてあるだけなんですよ。だから振動で外れるんで、一度は軍幹部をバラす覚悟がいると思います。でバラすとね、この強度をね、その振動させたり解除させたりするスイッチがね非常に組みにくいです。僕もねあのこれ固定できなくなってね、もう一回やろうかなと思って、もうやりたくないですよ。むちゃくちゃねあの組み立てるのが大変で、もういいーなりました。もう2時間ぐらい格闘してようやくハマって、あもういいやみたいな感じなんですよね。とりあえず写真撮れるからいいやみたいな。別に振動しなくてもね十分コンパクト、ポケットにはちょっと入らないですけど、十分コンパクトだと思います。で見た目がね特徴的なんですね。これね底面までね黒になってるんですね。でまあ、蓋はねこんな感じで開くんですけどね、かなりねこの1969年製のカメラにしてはかなりプラスチックをね多用してあることが分かります。まあ、ミノルタさんは比較的こういうのが早いね、プラスチック化が早かったのかな。1969年だったらこのギアとかもね下手したら金属で作ってあるような時代なんですけど、もうスライドレールから何から全部ねあの樹脂でできてます。プラスチックですね。で、まあ、プラスチックなんですけど劣化はしてないんで、こんな古いプラスチックでも劣化しないもんなんですね。面白いカメラではあります。ちゃんと動くものがあったらね面白いとは思いますが、軍幹部は一度分解する覚悟は必要です。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。このカメラねいつも言ってるあの和孝さんから提供されたカメラなんで本当にありがとうございますね。最初まあね、状態が良かったんですけど、まあ、レンズがね振動で外れてしまってこういう状態にはなってますけど、ちゃんと動いてることは動いてますし、レンズも綺麗でね結構ね綺麗な写真撮れました。モノクロで撮ってみようかなとも思ったんですけど、まあ、ミノルタのねレンズ発色がいいということでね、たまにはカラーもいいかなということで、カラーで今回は、撮影しました。はい、今回のカメラ紹介はこんな感じです。じゃあその次はね視聴者様の、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品紹介のコーナー、今日トップバッターはね A 太郎さんですね。タイトルが勝負の日、カメラ、ソニー α7R3、
レンズがタムロン 180mm マクロ 3.5 ということですね。世の中自粛もそろそろ緩んだような、でもまだまだ気を緩めない中で180マクロレンズ1本で接近せずにワンショット、とにかく感覚開けましょうということで、自説ネタですね。これ写真なんですけどもね、まあこの被写界深度が浅いマクロレンズで完全ジャスピンですね。いい写真になってます。勝負というと梅雨時の花ということでね、光が似合わない花なんでね、こういう写真でいいんだと思いますね。はい、太郎さんありがとうございます。次がね、野良旅人さんから2枚、1枚目がね、タイトル東村山庭先ってことで、玉子の写真ですね。タイトルは東村山庭先っていうことで、ニコン F60D、AF ニッコール35mmF2D、ベルビア、富士クロームベルビア100、2枚目がね、新しき土ミノルタ AFS、先週かな、紹介した、コンパクトカメラですね、コダックゴールド200で撮られております。これね1枚目なんですけど、これパノラマモードでね撮られたということで、パノラマモードっつってもね、あの上下をねカットするだけなんですね、この写真になりますけど、これね僕もその使ってる時微妙、結構パノラマモードがついてるカメラ多いのかと、微妙だなとは思ってましたけどね、あの横長にねフィルムを使ってくれりゃいいんですけど。で2枚目、注目が2枚目ですね。これね、あの光がない中でね街角のポスターを撮られてるんですけど、まるでねモノクロフィルムかと思うぐらい色が出てないんです。それがねかえってねなんかこの不思議感を呼んでる街角スナップになっております。なかなかこの写真面白い、いい写真だと思いますね。はい、野田旅人さんありがとうございます。次はねドリームロコモーティブさんから、3枚組写真、タイトルがねアンアンヘッドってことか、アイアンヘッドかな、アンアンヘッドですね。カメラはソニーアルファ7、レンズコンタクスカールツアイスバリオゾナー T2870F3.5 から 4.5mmj、近所の建築屋さんが自動車とバイクの廃材で作り上げた恐竜のオブジェリアルゾイドという、以前からその家の前を通るたびに気になっていましたが、かなり力作なので通りすがりの人に見てもらうために家の前に展示しているようです。制作からだいぶ年月が経っているようでサビの感じがいわゆるを出しています。今回カールツアイスのレンズの性能を生かし α7 の組み合わせで撮影させてもらいました。なんですけどもね、これ僕はね多分ねこれ夜行ってライトで照らして撮ったりするかもしれない。これねあのちょっと不気味感があるんで、より不気味に撮った方が面白いような気もしますね。はい、これ面白い、被写体としては面白いと思います。はい、ドリームロコモディブさんありがとうございます。次はねミッシェルさんから2枚、これパリって読むのかな、1枚目パリの街角で、2枚目、メトロへということで、6年前に生涯一度の海外旅行の一コマ、もう一度行きたいですということですね。写真の方なんですけども、まあスナップ写真としては平凡は平凡なんですよね。取り立ててその飛び抜けた部分はないんですけども、まあ外国らしさは出ておりますよね。外人さんしかいませんしねこれ6年前ということで、iPhone5 が当時は最新だったのかな。 iPhone5 って確か800万画素ぐらいなんですよね。当時の、国産の、スマホはもう2000万画素ぐらいいってた時代にあえて800万画素、まあセンサーはソニー製らしいんですけど、それでねいい写りになっているということでね、結構ねアップルさんがねその高画素にすると画質が落ちるっていうことでね、こだわって作った、スマートフォンだったみたいですね。はい、ミッシェルさんありがとうございます。これ最後になるかな。スキャンスタジオ F11 さんからの作品で、タイトルはこれはないのかな。コロナ騒ぎで現像出しそびれてたフィルムからの投稿です。カメラがローライフレックス 2.8C、レンズシュナイダークセタノーブル 80mmF2.8、フィルムがね富士フィルムプロネガ、160NS ですね。
地元の風景をかみさんと散歩しながらの撮影です、くたびれたもう使わないであるチェアタイプのベンチと誰かが縄跳びを置き忘れた公園ベンチですということで、富士フィルムのね、あの 160NS っていうのはね、あの完全忠実再現のフィルムなんですけども、これね2枚とも結構特にね2枚目なんかいい色が出てますよね、まあこれレンズの能力なんでしょうね。まあ、日本ではもっぱらカールツアイスのプランナーがついているローライが人気なのですが、天の弱の自分はクセタなのが好きです。よほどカメラに詳しい方でもどちらがどちらとは言い当てる人はごくわずかのようですけど、いやこれ十分いい発色してますよ、改造もよく出てますしね、いい感じだと思います。ただちょっと1枚目がねちょっとこれスクエアのもともと写真だったんですけど、なんか僕の、写真を動画に変換するアプリではどうしても勝手にトリミングしてしまうようになっちゃいます。原画がどうしてもね展開できませんでした、すみません。今日の、作品投稿はこんな感じですね。次はね、俺のカメラの紹介に行ってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、クスクスくんさんの、俺のカメラ、1973年発売コニカ C35FD ですね、これコニカ C35 のね、高級レンズバージョン、明るいレンズバージョンのやつですね、レンズがヘキサゴン 38mm の F1.8、シャッターコバルビーのね8分の1から500分の1、赤瀬川源平さんの推奨文と素敵なイラストを拝見していて、気になっていたら偶然にもフリマで発見しました、レコードも同い年ですということですね。これ、森まさ子のね中学3年生、どんな歌だったっけ忘れちゃった写真なんですけどね、もうちょっとひねり欲しいですね。光か背景か、もうちょっとひねりが欲しいですけどね。カメラこれ綺麗ですね。よくフリマでこんな程度のいいのがありましたね。これコニカ C35 だから多分なんていうんですか、視神抑え式の、いいカメラになるんでしょうけどね、まあプログラム AE なのかな、これは距離計があるレンジファインダー式になるのかな、レンジファインダー式っぽいですね。そうですね、コニカ C35 は、ジャーニーコニカとかも、最初の方はね、レンジファインダー式なんですね。20度のガチ式のレンジファインダー式で、ピッカリコニカはゾーンフォーカス式になるんですね。まあコニカ C35 いろんなバージョンがあってね、ちょっとポンと頭に、入ってこない感じですけども、これ写りどうなんでしょうね。FD は使ったことがないからわかんないですね。僕もね、出会いがあれば、入手して使ってみようかなと思います。はい、クスクスくんさんありがとうございます。で今日の動画はね、やったやっちまったコーナーはお休みになります。ちょっとやったやっちまったコーナーやっぱね企画的になかなか出てこないと思いますが、なんかね面白いことがあったらねぜひぜひ投稿ください。で、次の動画なんですけどまた開封動画いきますいい加減にしろやって感じなんですけどね、買いすぎやろって、結構いいのが入りました。まだツイッターでも発表してないです。それではね、動画になるまでお待ちいただけますでしょうか。そんなに時間はかかんないかな、わかんないね。今週はちょっと人公開多い週なんで、仕事がしんどい週なんでね。はい、まあ、今日の動画はこんな感じになります。皆さんのねコメントと高評価にね私の動画支えられておりますので、ねどひどしねコメント、それに高評価も忘れずにね今のうちに高評価をしてください。でチャンネル登録まだの方はねこの辺にねチャンネル登録ボタン出てきますんで、そちらをねポチッとしてもらったらねチャンネル登録進めますんで、多分やったことないからわかんないけど、チャンネル登録、よろしくお願いします。次の動画までねまた、もう少しお待ちいただけますか。まだ次の動画でお待ち、お会いしましょう、それではまた、最後までご覧いただきありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。